ここからは佐賀新聞の過去の記事から当時の様子を振り返ります。今回は23年前の記事を見てみましょう。1994年7月12日の佐賀新聞、全国高校野球佐賀大会の記事が載っていました。開会式では前の年に優勝した鳥栖商業高校を先頭に41校が入場行進しました。その日の試合は塩田工業高校対鹿島実業高校、武雄星稜高校対神崎農業高校が行われました。武雄星稜高校は今の武雄高校、神崎農業高校は今の神崎生命高校です。また当時のメイン球場は佐賀球場で、現在の佐賀女子高校の場所にありました。球場や学校名の移り変わりに歴史を感じますね。8日からいよいよ高校野球が開幕します。選手たちには暑さに負けず悔いの残らない試合になるよう頑張ってもらいたいです。さて、ここからはお知らせです。